トリュード級防護巡洋艦はフランスが建造した全構成の防護巡洋艦である。フランス海軍での類別は三等巡洋艦。設計はドビュシー。本級は水雷学派のオーブ解消の1886年に巡洋艦と水雷艇製作に基づき建造された。艦隊用小型高速防護巡洋艦6隻の全期、ホルバン級の改良型としての後期型3隻が、 本級である。近代化改装後のトルード。本級の戦隊形状は当時、フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで、主に導入していたタンブルホーム型戦隊である。これは、推薦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、戦隊重量を軽減できる戦隊方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、 アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、水戦下部の艦首艦尾は著しく突出し、かつ原則艦艦よりも水戦部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水戦下から艦艦に上るに従って船体は引き絞られ、艦艦面積は小さくなっている。これは、 美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる。本艦の船体形状は全球と同じく還元の高い艦首から低い艦尾までなだらかに傾斜する平ら乾板型船体でスクーナー形式の搬送用マストを3本備えていた。水面部が突出した艦首から管主甲板状に搬送用の全部マストが立ち、両脇に船橋のついた箱型の環境の背後に間に、 中部マストを配置する細身の2本煙突。煙突の周囲は関西堤置き場となっており、船体中央部の原則に2本1組のボートダビットが片弦3組の計6組により運用された。後部甲板上に後部マストの順である。原則には箱型の方角を片弦2箇所を設け、そこに1 4トル単装砲を単装砲がで、 片言2基の、計4基を配置した。ジロンド社ボレドー造船所にて1886年11月起港、1888年10月浸水、1891年1月、収益、1908年除籍後に解体処分。ジロンド社ボレドー造船所にて1887年起港、1889年3月浸水、1890年10月、 収益。1912年除籍後に解体処分。ジロンド社ボルドー像船所にて1887年寄港。1889年8月浸水。1891年、収益。1922年除籍後に解体処分。ありがとうございます。